こんにちは。今日はチキン南蛮の作り方をやっていきたいと思います。私は宮崎出身なんですが、今福岡に住んでるんですけど、チキン南蛮は宮崎の郷土料理です。宮崎の方はチキン南蛮に愛着とか思い入れとかすごい強い気持ちがあって、県外で食べるチキン南蛮に、いやこれはチキン南蛮じゃないとかね、ジャッジしがちな県民性を持っていて、もう私もその一人なんですけど、そのぐらいねチキン南蛮がすごく好きなんですよね。宮崎にはチキン南蛮のお店ってすごくたくさんありますし、レストランとかでも美味しいし、居酒屋さんとかね、お弁当屋さんとかでも美味しいし、そしてもちろん各ご家庭でお母さんが作るチキン南蛮もとっても美味しいですね。それぞれバリエーションとか作り方の違い、味付けの違いっていうのがあるんだけど、やっぱり宮崎にはなんかこう一貫したチキン南蛮はこれっていう完成形があってですね、県外で食べるとねチキン南蛮風のものってたくさんあると思うんですが、なかなかこれはチキン南蛮だっていうのって少ないなって思います。私も YouTube でもチキン南蛮って検索かけるとたくさん動画が出されてるんですけど、私もそれを拝見させていただいて、あっこれはチキン南蛮だって思ったのは、やっぱり宮崎の方が作られている動画とか、九州の方が作られている動画とかは美味しそうって思いましたね。だからもう今回は本当にこれがチキン南蛮なんですっていう動画を作って見ていただいて、皆さんにも各ご家庭で作っていただけたらいいなって思ってます。でうちの子もすごくやっぱりチキン南蛮が好きですし、私もチキン南蛮すごい好きなんですよ。で家族もみんな好きだし、友達もみんな好きだし、チキン南蛮嫌いなんだよねっていう人ってちょっと見たことがないと思う。これができるようになったら大豆ミートとか、例えばエビを使ってエビ南蛮にしたりしてもとっても美味しいので、この工程とこのレシピを覚えていただくといいかなって思います。で今日は作り方の中でいくつか大事なポイントをご説明しながらやっていくので、見ていただけると嬉しいです。はい、では作っていきます。始めます。それでは作っていきます。チキン南蛮を作るときは大きく分けて3つの工程があります。まず1つ目はタルタルソース作りです。固ゆで卵を入れていきます。ちょっと撮影の前日に食器を洗っているときに指先を切ってしまったので、その時ずっと手袋をし続けています。気になる方がいらしたらすみません。茹で上がったら冷水で冷やしておきます。次はらっきょうを刻んでいきます。このらっきょうは先々週宮崎に帰省した時に西沢養蜂場で買ってきたもので、都城産のらっきょうを使ったすっごく美味しい一品です。おすすめなので概要欄にリンクを貼っておきます。タルタルソースはピクルスと玉ねぎで作るレシピがすごく多いと思うんですが、まあ玉ねぎの食感とねピクルスの酸味両方一石二鳥なので、我が家では必ずらっきょうで作ります。らっきょうの甘酸っぱさもねピクルスとはちょっと違うので私は好きですね。アイハーブで買ったスペクトラムのマヨネーズがもうあと少しになっていたので、これを全部使い切ろうと思ったので、この中に入れて作っていきます。らっきょうの量はねお好みで全然大丈夫です。この袋に残っている汁も味の調整に使っていってください。次はゆで卵を切っていきます。本当はね一瞬でさいの目状にできるあのよくあるあれが欲しいんですけど、なんかもう物だらけになってるからちょっと買ってないですね。はい、これも瓶に入れて一緒に混ぜていきます。そこにお塩をさっさっと入れて、ブラックペッパーも
ガリ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 ぐらいかな入れて混ぜていきます。ここで味見ですね。はい、もうらっきょうの甘酸っぱさと本当にあのシャキシャキした歯ごたえとマヨネーズがすごく合うんですよね。それに卵が合わさっても最高です。これは冷蔵庫に入れておきます。次は南蛮酢を作っていきます。南蛮酢の材料と配合はとってもシンプルです。お酢とお醤油とお砂糖をそれぞれ1対1対1の割合で混ぜていきます。これが本当にすごく美味しい黄金比だと私は個人的に思っています。今回はお砂糖をね使い切りたかったので先に量ってそれに合わせて分量を決めていこうと思います。大さじ4と2分の1お砂糖があったのでそれに合わせて濃い口醤油も大さじ4と2分の1お酢も大さじ4と2分の1混ぜていきます。お鍋もねさっき卵を茹でたものを簡単に洗って使うと洗い物少なくていいかなと思います。お酢はね今回リンゴ酢ですね。混ざりのこれを火にかけていきます。お砂糖を溶かすために火にかけているので煮立たせていく必要っていうのはなくて沸騰してお砂糖溶けていたらもう火を止めてもらって大丈夫です。匂いがするので蓋をしておきます。はい、はい、ではここから最後の工程でお肉を準備して揚げていきます。チキン南蛮は本来安くてパサパサの胸肉を美味しく食べるために考案されたレシピらしいのでお店とかご家庭でも胸肉で調理されることがとっても多いんですが我が家はうちの母がね柔らかくてジューシーなもも肉がすごく好きでもも肉でチキン南蛮を作ってくれて私もそれを食べて育ったので自分ももも肉で作る派です。どっちで作ってもすごく美味しいです。多いのは胸肉派だと思います。大きく揚げて切って出してくださるお店もあるしこのようにね食べやすいサイズで揚げているお店もあるし私はこういう感じで食べやすいサイズで揚げるのが好きです。で塩コショウをまぶして下処理をしていきます。ちょっとお肉足りないと思ったのでもう一切れ切って小麦粉をまぶしていきます。南蛮酢をたっぷり味わうために小麦粉は多めにつける方が美味しいです。私はちょっと横着してまな板の上で小麦粉をちょっとまぶしていきます。失礼します。洗い物が少ない方がいいの で卵をちょっと多すぎましたね。2つでよかった。3つ割りました。いよいよここから揚げていきます。油の温度を確かめて揚げるんですが ここがポイントです。チキン南蛮は小麦粉をつけた後に卵をくぐらせて揚げるのが鉄則です。多めの小麦粉、次に卵、そして油、これがね、美味しく南蛮酢が絡む秘訣なんですよね。卵をくぐらせないで揚げるレシピが結構多いんですけどそれはチキン南蛮風でチキン南蛮ではないと思ってしまいますね。結構大きくお肉を切ったりした時は中にちゃんと火が通るように、音を聞いて油とコミュニケーションを取りつつ気をつけて揚げていってください。はい、次ここも大事なポイントです。揚げたてのお肉を油を軽く切ってそのまま即座に南蛮酢へドボンと投入していって南蛮酢を染み込ませていきます。これがね味がしっかり染み込んで絡む秘訣です。南蛮酢は後からかけるものではなく揚げたてをドボン、これがチキン南蛮ですという感じで残りも揚げてはドボン揚げてはドボンの繰り返しでどんどん作っていきます。で油にね結構卵で負担がかかるので衣のカスが出たら取りながら進めていってください。
ういう感じでね、全部揚げ終わりました。はい、バットに並べると仕出し屋さんみたいで、仕出し屋さんのチキン南蛮も美味しいですよね。もうどこで食べても宮崎で食べれば美味しいと思うけど、こんな感じでジューシーでジュクジュクの状態で並んでいる、これがチキン南蛮ですね。いよいよ盛り付けていきます。まあ、付け合わせのお野菜は何でもいいです。葉物野菜でも温野菜が添えられているところもあるし、普通にキャベツの千切りが添えられているところもありますね。私は今日は紫キャベツがすごく安く買えたので、紫キャベツを添えていきます。ここもポイントです。タルタルソースは削らずにたっぷりかけていきます。チキン南蛮はチキンと南蛮酢とタルタルのハーモニーを楽しむ食べ物なので、タルタルも主役の一人なんですよね。これは大事に大事にしてください。たくさんかけて食べていくのが美味しいです。はい、できました。完成です。ちょっと工程が多いのでめんどくさいかもしれないですが、やること自体は簡単なことばかりなので、ぜひ作って食べてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。